はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケリーです。オリ&ザ・ウィル・オブ・ザ・ウィスプの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、なんとか水車を再び、稼働させることができたというところですね。水を止めていた怪物に襲われたんですけども、オファーさんに助けてもらってなんとか、脱出できたという感じですね。で、水がまた、綺麗になったんで、これでクーンを探しに、クオルクさんの先に行けるようになってると思うんですけども、せっかくなんで探索してからですね、水の中とか入れるようになってるんで、探索してアイテム集めてから行こうかなと思います。まずこの辺ですね。水の中で攻撃できないんだ。あれでもダメかな。これか。 B にセットして、あ、ダメなんだ。中入って、あ、攻略、よし、危ない。いや、あれ爆発するタイプかな。あー、やっぱり。回復して、いや難しいな、この角度。あ、痛い。あ、痛い。難しい。ちょっと待って、難しいぞ。あ、回復。上になんかあるな。よし。お、お。エナジーセルかな。ちょっと行き過ぎ。どうなってる。あ、ここか。あ、やべ、ちょっと戻る。危ない。行って、あそこに当てないといけないから。こいつの、違う違う、早く。あ、俺食らっちゃった。戻る戻る戻る、早く早く。ああ、ここここ。
ここにお願いします。よし、左から行ってみようか。よっしょ。はい。大丈夫かな戻ってこれる？行ってみようか。あ、待って待って、あれがあるな。あー、ダメだ、流れで取れないんだ。一回息継ぎして、あ、でこいつの弾をこうか。よし、早く。間に合え。あーあ、こっからか。よし、で今度はじゃあこいつの弾を、こっち側まで行けそうになかったですね。よし、じゃあ戻って。あ、止まる。止まる止まる。なんかこのゲームのせいなのかな。なんかさ、Windows アップデートのせいなのか。最近調子悪いな。これを使って。よし、あっ、で下に行くとライフセルのかけら、回復しよう。繊細な動きを。よいしょ。オッケー。
あるな。ちらっと見えた。あ、壊せる床があるんで、こいつの弾を、よし、これだけかな。あ、そう。暗いに行ってしまったな。見たことない雲がいるんだけど。うわ、なんだ、いて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 、うわ、ちょっと待ってくれ。強い強い強い。はあ、上にセレノツは、これを使って。先が見えない。あ、ここにもある。こんなもんかな。で、あと行けそうなのはここ。じゃあ一回下に降りて。レースかな？うん。スタート地点はここだ。
あ、割と近いんじゃないかな、距離的には。これですね。あ、下行かなきゃダメか。下を通って。引っかかる。あ、ちょっと、あ、ちょっと待って、リトライ。ちょっと待ってください。ワンミスも許されなくなってきたな。はい。一番初めが一番惜しかったな。ここでロスしてしまうな。よし。これは。オッケー。次はこの辺ですかね。どうやって、あ、こいつを使うか。強いな。まずこの上行ってみようかな。
よし。あ、ちょうど。で、下かな。ここになんか、あ、取ってる。ここかな。一番初めの方ですね。スタートした時の。レバー、あ、一番初めのところだ。本当に取れなかったやつ。よし、うん、順調に能力が。で、下の方、これいけるかな？どうなってたっけな？行ってみよう。食うと飛んできて着地っていうか、まあ、落っこちたところですよね。その向こう側だ。あれ違うか思い出せないマップが。あれ、一回下に行って、左下。ああ、はいはいはい、行って、早っ。そうそう、こいつと始め、跳ね返すのがあったら楽なんですけどねって言ってた記憶がある。あ、痛い。こっち、待って、あいつの弾を使って、よし、来ない。ん、いやー、これ死ぬ。
いけない。あ、くそ。よし。これ多分まだ来るべきじゃないような気がするな。回復して。ん？ここだと開く。近づくと閉まる。いやー、わかんないな、取り方が。ちょっと飛ばそう。あ、トクさん。エーザウジ。オネ。オノク。この石の謎が解けた。オレニシュ。ディアン、ちょっと見には石の山に見えるかもしれないけど、僕に言わせればこれは鍵。長いのもあれば短いのもある。歌の音符、暗黒の地下道へのこの門は歌で開くに違いない。ただやり方がわからない。新しいサイドクエスト、穴の中へ。急げな主。音符の読み方。この花がなんか関係してるんだろうけど。わかんないな。あ、ああなんかあるぞ。その時ではない。急げな主。ちょっとわかんないですね。そもそも鳴らし方が合ってるのかどうかもまだ。ちょっと飛ばそうかな。この上か。